デューク。アローフラッシュ。アローフラッシュやってみようかな。前やったっけこれ。やってないような気がするけどね。ちょっとやってみましょうか。アローフラッシュやってないよね、多分。あ、7期までいけんな。やったかな。やったような気もしないでもないな。横スクロールシューティング？あ、やってないか。これ変形するんや。あ、なるほど。体当たりみたいな、下座みたいなのが使えるわけだ。おお、すげえ。基本これなんやね。ああ、しまった。やられた。あ、これやってないな、多分。多分やってないですね。ああ、しまった。やられた。ちょっと待てよ。これな、横がちょっとなんか偉いな。なんつうのかな。この辺がちょっとね、この辺がね、光が出てるのが気に入らないんですよね。なんとかならんかな。部屋真っ暗にね、昼間だからできないんですよね。部屋が真っ暗じゃないからこうなるんですよ。あかんよな。どうしようもないか。しょうがないな。直撮りだからこうなるんだよ。しょうがない。まあ、夜とかやればね、光ることないんですけど、昼間やるとこうなっちゃうんです。どうしてもね、明かりが入っちゃうんですよ。まあ、昔はね、真っ暗闇の部屋でね、ゲーム実況やったりしてたんですけどね。あんまりにも寒かったんでね、やめたんですよ。あの部屋はね。地下倉庫でやってたんですよ、前ね。真っ暗にしてね、実況プレイやってたんですけど。ちょっとね、さすがに寒かったんですよね。冬は寒いしね、まあ夏はいいんでしょうけどね、でもあの部屋もね、地下倉庫ね、一応ゲーム実況部屋としてやってたんですけどね。さすがにちょっとね、もう片付けちゃったんでね。自分の部屋ですか、もうね。だからゲームもね、できなくなったんで。だから。もうしょうがないですね、そこはね。これ白黒なのはね、どうしようもないんですよ。このゲーム機の場合はテレビにつなぐと白黒になってしまうという、ね、特徴があるんでね。だからゲームボーイやってるような感覚に近いかなっていう気はしますね。ゲームボーイやってるような感覚っていうかね。ゲームボーイというか、ワンダースワンというか、ネオジョーポケットというかね、モノクロのゲーム機をね、やってるような気分になりますね。でもまあテレビでやってるからまあね、あれですけどね。あ、これ初めてですね、このゲームね。アウト・オブ・ダン・デンジャー、ボスかな。なんだなんだ。あれ？これか。なんか沈んでるように見えるけどね。あれ？違うの？あれ？雑魚敵が出てきたじゃん。これボス戦じゃないのか。ただ戦艦が沈んでる演出があっただけか。ボス戦かと思った一瞬。危ね。
これ連打機能ないんやな。おっと、危ねえ。ああ、しまった。死んだ。これ自分で連打するしかないんですよね。あの、押しっぱなしで連打できるボタンがない。このゲーム機にはないんですよね。ため打ち機能もないのか、これ。あ、死んだ。あと2機か。おー、何今の。あんなもん避けられるわけないやん、急に。これがボス戦か。おっ、怖っ。ここは、あ、倒した。まあ、真ん中にいればなんとか避けれましたね、弾はね。一面クリアってことかな。でも残機がもうないな、あんまり。ステージ1クリア。さっきのなんか戦艦が沈んだみたいなやつは、あれは、あれそういう演出なんですね。ボス戦かと思ったな。ボス戦が始まるのかと思ったら違ったね、あれね。2面ですね。おお、レーザーか、いきなり。しかも耐久性のある敵やし、おい。最後の残機ですよ、これ。まあ一応ゲームオーバーになったらやめるんでね。で、次のゲームやるって感じにしますんで。アローフラッシュ初めてだったんですね、意外とね。あ、残機増えた。怖っ。あ、シンプルなゲームですね、でもね。この間無敵なんですよね。使ってる間は、体当たりの。ああ、しまった！最後の残機はこれ。怖っ。ああ、これ、ああ、これ取れなかった。いや、でもこれね。このね、ゲーム機、本来なら、テレビにつなぐこともできなかったんですよね。あの、日本のテレビは、これ、つないでもね、ダメだったんですけど、僕ね、テレビを変えたんですけどね、最近ね、その新しいテレビにつないだら、あ、できたんで、プレイできたんでね、あ、ゲームはですね。だからまたね、ちょっと改めて、これがやりたくなったという感じですよ。